次世代の戦闘機開発を、日本、イギリス、イタリアが共同で行うグローバルコンバットエアプログラム、GCAP が、いよいよ動き出しました。エンジン部を担当するのが、日本の IHI 社と、イギリスのロールスロイス社に決まりました。今回は、IHI 社とロールスロイス社のエンジン開発について見てみましょう。現行の F2 戦闘機開発の際に準国産化できなかった理由も気になりますね。次世代の戦闘機を共同で開発する国際プログラムを、日本、イギリス、イタリアの3カ国により、グローバルコンバットエアプログラム GCAP と名付け、2022年12月9日に正式に発表しました。このグローバルコンバットエアプログラムで開発される戦闘機は、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機、イギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用され、2035年頃までの配備を目指しています。2021年12月には、イギリスのロールスロイス社が、日本、イギリスの次期戦闘機用の機関部の実証機を、日本の IHI 社と合同で開発し、翌2022年2月には、新たな戦闘機用の高性能センサーシステムも共同で開発すると発表しています。次期戦闘機には、広範囲でのサーチ能力が要求されることから、高性能センサーシステムは、次期、戦闘機が、正確に素早く標的を発見、敵の監視能力を無効にする能力を、向上させるなどの共同開発を推進しています。このことから、日本とイギリス、イタリアの3カ国による、グローバルコンバットエアプログラム、GCAP が動き出したのは、各国が、これまでの経緯を正式に公開したと言っていいのではないでしょうか。このような次期戦闘機について、イギリスと日本において、ここ数年で協力関係が進化しており、これまでのアメリカのロッキード・マーティン社の技術支援による開発に関わるそうした動きに区切りをつける形になりました。太平洋戦争での敗北後、自衛隊の装備する戦闘機において、アメリカ製の機体を日本国内の企業が政策に応じる形で調達する、いわゆる軍備につながる産業分野を抑制されており、航空機開発技術も大きく後退することとなった。そもそも、今回の次期戦闘機開発は、航空自衛隊が保有している現行 F2 戦闘機が、2035年頃から順次退役することが見込まれており、その後継機が目的である。F2 戦闘機の開発が始まる前の段階では、国産機を開発するとの計画でしたが、エンジン部の製造が技術的に困難で、三菱重工業を主としながらも、アメリカとの共同開発となり、国産化が果たせなった。F2 開発当時は、日米貿易摩擦などの日本とアメリカ間においての、政治的な問題により、アメリカ製の F-16 戦闘機ファイティングファルコンをベースとすることが求められた。この F-16 戦闘機ファイティングファルコンの各部において、胴体の延長や主翼の大型化など、機体の大型化が行われ、日本の最新電子技術も盛り込まれ、大掛かりな変更が加えられ、必要な追加攻撃能力が強化されました。完成した F2 戦闘機の機体の中核である制御部分の情報は日本側に公開されなかったため、後の状況の変化による日本での仕様の変更はできなかった。そこで F2 戦闘機での経験を念頭において、その後継機開発に関しては、日本の三菱重工業者を主契約企業とし、そこに国内の各分野の IHI 社などの企業を関連付け、日本が主導することを前提とした開発を進めてきました。もちろん、アメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術提携も視野に入れていましたが、F2 戦闘機のようにシステムなどの情報を
ブラックボックス化される懸念もあり、日本とアメリカが意見が噛み合わなかったのではないでしょうか。そこで、イギリス空軍の主力戦闘機であるユーロファイタータイフーンの後継として、BAE システム社を中心に、BAE システムズテンペスト戦闘機開発計画を行っているイギリスが共同開発に浮上したということです。新しい戦闘機の開発について、戦後としては、初めてアメリカ以外の国、イギリスとイタリア、日本の3カ国で共同し、共通の機体を開発し、配備するとし、これまでのアメリカよりバランスの取れた対等な関係での開発になると期待されています。日本の防衛省は、この3カ国で共同開発することで、ステルス性能などの技術を結集でき、費用を分担し優れた戦闘機を効率的に製造し、開発コストが抑えられるとしています。そこで、今回の GCAP、グローバルコンバットエアプログラム開発にあたっては、日本では、三菱重工業社が、主契約社となり機体を担当し、IHI 社が、エンジンを、三菱電機社が、レーダーセンサ類の電子機器を担当することが分かっています。一方、イギリスでは、BAE システムズ社が、機体を担当し、ロールス・ロイス社が、エンジンを、英国法人のレオナルド UK 社が、レーダーセンサ類の電子機器を担当します。そして、イタリアからは、レオナルド社とアビオエアロ社などの企業が、開発に参加します。もともとは、F2 戦闘機の後継機として、日本の IHI 社が製造した国産のエンジンを使用するとの見方が強かった。それは、日本の次期戦闘機開発の一環として、防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験機用に開発した XF5 エンジンや、XF9 エンジンは、タービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力や、ステルス性の確保に対する推力に関して、次期戦闘機に十分に対応しうる品質であり、すでに2018年に IHI 社が防衛整備省に納入しているからです。そこで製造された XF9 エンジンは、地上での動作確認ではあるが、アフターバーナーの使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録、世界標準クラスの数値を示しています。この XF9 エンジンは、現在の防衛装備庁と IHI 社が、次期戦闘機開発の一環として2010年から開発開始されたもので、基本的なコンセプトは、スリムで大出力である、ハイパワースリムエンジンと呼ばれました。近年では、戦闘機による空対空戦闘は減少しているとは言っても、今回 XF9 の大出力は、戦闘機としての高機動性を保持するために不可欠な条件であり、敵のミサイル等による攻撃の回避にもとても重要である。こうして出来上がった国産の戦闘機用 XF9 エンジンですが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアしていますが、実用機でのテストはまだ行われていません。しかし、次期戦闘機への搭載が期待されます。実際に採用される場合は、サイズや出力は、その要求によって最適化されるということですが、今後、イギリスのロールス・ロイス社との共同開発での変化にも注目されますね。そこで、テンペスト計画におけるエンジンの開発に難航していると言われているイギリスのロールス・ロイス社ですが、これまでイギリス空軍主力のユーロファイタータイフーン1機の多数の戦闘機エンジンを開発してきています。イギリスのロールス・ロイス社の搭載するエンジンは、今後、著しく電力を消費することに対して、スモールコア電力、
熱制御、すなわちコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいます。イギリスの技術は、アメリカと肩を並べるほどではない。とはいえ、日本の IHI 社製、XF9 エンジン技術より、はるかに高く、これからの戦闘機に求められる、発電能力と冷却性能の分野で先行しているように感じられ、やはり、開発の主導権を握るのではないでしょうか。IHI 社製の XF9 エンジンですが、小スペース、将来の戦闘機に対応し得る発電容量も実現していますが、まだ発電能力と冷却性能の分野では譲るところもあり、今後、これまでの開発を活かし、実用機での採用を期待したいですね。株式会社 IHI 社は、2007年7月に社名を変更するまでは、石川島播磨重工業株式会社として、江戸末期から160年を超える歴史があり、日本の三大重工業の一角を支えている、代表する企業である。航空、宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機の分野において、ジェットエンジンの製造では、日本国内で、60% のシェアを誇っています。現在、航空自衛隊が運用している F-15J 戦闘機イーグルに搭載しているプラット&ホイットニー社製の F-100 エンジンや F-2 戦闘機に搭載しているゼネラルエレクトリック社製の F-110 エンジンも IHI 社によってライセンス生産されたものである。2013年から運用開始されている海上自衛隊の P-1 哨戒機に搭載されている F-SE ブンターボファンエンジンは IHI 社によって開発され、省燃費、低騒音が特徴で、量産化が行われており、総開発費は200億以上と言われています。F-SE ブンエンジンはターボファン形式で、高バイパス比二軸ターボエンジンで、民間転用も模索されています。海上自衛隊が運用しているヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型やミサイル護衛艦のマヤ型の建造を手掛けたジャパンマリンユナイテッド株式会社はユニバーサル造船と IHI マリンユナイテッドが合併して誕生しており、もともとは IHI 社の造船部門から派生した企業である。